おい、お前、この間教授にお願いされてた患者のオペをスケジュールに組み込むのを忘れてただろう。え、何のことですか？俺は身に覚えがなかったため、先輩医師にそう聞き返した。俺は普段からとある先輩医師に目の敵にされていて、嫌がらせをされる。俺は無実を訴えたが、教授は狡猾な先輩の言葉を信じた。君、この状態でしらばっくれるつもりか？先輩に頼まれたことも忘れ、その上自分のミスを素直に認めず言い訳ばかりする。そんな無責任な奴と一緒に仕事はできない。もう一度社会人としての一般常識から身につけてこい。お前には田舎の分院へ行ってもらう。それは事実上の左遷勧告だった。俺は何も悪いことはしていないのに。こんなの茶番だ。だが、この事件が彼らの転落人生の始まりになろうとは、この時誰も知る由もなかった。俺の名前は蓮見慎二、都内の大学病院で外科医として働いている。ただし、外科医とは言っても、俺はこの病院ではまだまだ新人扱いで、いつも先輩に怒鳴られてばかりだ。特に俺が配属されている第二外科は、教授が T 大卒というのもあり、派閥が出身大学によって大きく割れている。有名でも一流でもない、地方の三流大学出身の俺は、どの派閥に誘われるわけでもなく、肩身の狭い思いを強いられていた。加えて、この医局に入局してから、どういうわけか俺に辛く当たってくる先輩がいる。その医師は東堂岳といい、何かにつけて俺を目の敵にしてくるやつだ。歳は俺と2歳しか違わないのに、とにかく偉そうで、いつも俺を顎で使う。今日もいつも通り、俺は東堂の使いパシリにされ、1階の自販機コーナーに飲み物を買いに行かされていた。東堂先生、これ頼まれてたコーヒーです。おー、ってお前これ無糖じゃないじゃないか。俺は無糖のミルク入りを買ってこいって言ったんだぞ。たく、こんな簡単な使いもできねえのか。マジでクズだな。正直、無糖のコーヒーでミルク入りなら、無糖のカフェオレでもいいんじゃないかと思うが、この男は変なこだわりがあるらしく、あくまでもコーヒーなのだという。先生、でも先生がおっしゃる無糖のコーヒーミルク入りは、下の自販機からなくなってましたよ。もしかして人気がないんですかね？はぁ？俺が飲むんだから売店に行って入れてもらえ。ないなら外のコンビニにでも買いに行けよ。たく、使えねえ。と、いつもこの調子だ。すでにもう頭に来るとか何かを通り越して、どうでもいいレベルにまで到達している。仕方がないから、何本かスーパーで買ってきて、どこかに隠しておこうか。俺がそんなことを考えていると、医局長がやってきて、東堂先生に声をかける。東堂先生、今日の夕方の勉強会で使う資料の準備はできてるか？はい。おい、蓮見、この間俺が頼んだよな。準備できてるだろ？は？そんな話は初耳ですが。おいおい、いい加減にしてくれよ。医局長、こいつまた忘れたみたいで、俺から注意しておくんで、少しお待ちください。大丈夫なのか？ちゃんと準備しておけよ。はーい。おい、蓮見、夕方までちゃんと準備しておけよ。そんな話は初耳だった。おそらく東堂は、自分が医局長に依頼されていたのを忘れていて、その責任を俺になすりつけたいのだろう。本当に勘弁してほしい。今日の資料をすぐに準備しろとか、どれだけ人を酷使すれば気が済むのだろうか。俺はそんな不満を抱えながらも、病院内の図書室へ急いで足を運び、指定された症例に関する文献を急いで集めるのだった。それから数日後、朝、出勤すると、医局の中が妙に騒がしい。医局には、教授をはじめとした名だたる先輩医師たちがぞろぞろと顔を揃えていた。おい、蓮見、お前教授に依頼された患者のオペ予定をスケジュールに入れ込むの忘れてただろう。はい？一体何のことでしょうか？俺は全く身に覚えがなかったため、正直にそう言い返すと、東堂は大声を出して俺を非難し出す。
私は今週のオペのスケジュール担当の蓮見先生に間違いなく教授が担当する患者のオペを入れるように依頼していました。後輩の仕事をちゃんと確認しなかったのは私の責任ではありますが、まさかこんな初歩的なミスを犯すとは思わず、教授、本当に申し訳ございませんでした。東堂はそう言って、教授に思い切り頭を下げる。俺は狐につままれたようで意味がわからず、ただその場に立ち尽くしていた。すると、教授が俺の方を向いて、ひどく怒った様子を見せる。今回のオペは、私の恩師から頼まれた患者の大事なオペだと言っただろう。なのにスケジュールを組み忘れるとは、一体どういうことだね。当日は恩師もオペの見学に来られる予定なんだ。どうするつもりだ。だが、俺には何が何のことやら全くわからなかった。どの派閥にも属さないペーペーの俺が、教授の患者のオペ予定のスケジュール組を任されるわけがない。これは単に、東堂が自分の失敗を俺になすりつけたか、それとも故意に俺を陥れようとしたかのどちらかだ。教授、申し訳ございません。ですが、正直に申し上げて、俺には教授のオペのスケジュール組を依頼された覚えが全くございません。はぁ？お前、この状態でしらばっくれるつもりか？東堂はそう俺を怒鳴りつけると、おもむろに自分のノートパソコンを開き、俺宛に送信したメールの履歴を教授に見せた。そこには、教授の患者のオペをスケジュールに組み込むよう、丁寧に説明が書かれたメールがあった。しまった。はめられた。とっさに俺はそう思った。メールの送信時間と、俺のパソコンで開いた受信時間が、いつも俺がコーヒーを買いに行かされる時間と重なっていたからだ。教授、こいつはどうも頼まれたことをすぐに忘れるようで、先日も勉強会の資料を頼まれたのに、そんなのは初耳だと言い出す始末でした。どうも忙しい大学病院には向いていないのかもしれないです。医局長が教授に先日の出来事を伝えると、教授は目をつり上げて俺を怒鳴りつける。先輩に頼まれたことも忘れ、その上自分のミスを素直に認めず言い訳ばかりする。私はそんな無責任な奴と一緒に仕事はできない。まずは社会人としての一般常識から身につけてこい。君には田舎の分院へ行ってもらう。それは事実上の左遷勧告だった。どうやら東堂は、俺が思っていたよりもずっと狡猾で、人を陥れる策略に長けていたようだ。飲み物の使いパシリも、勉強会のことについても、すべては今日のための布石だったわけだ。本当に油断していた。というか、してやられたという方が正しい。俺はこうして、ありもしない濡れ衣を着せられ、田舎にある分院へと移動することになったのだった。大学病院の本院から、地方の分院へと飛ばされた俺は、都心から電車で1時間ほどの距離にある分院へ赴いた。ゴミゴミとした都会の喧騒とはかけ離れた、適度に田舎で、都心では見かけない田んぼや畑の面積が広く、木々の緑が目に優しい場所だった。もともと地方の三流大学の医学部に6年も通い、その後2年は大学付属の病院で勤務していたので、田舎の雰囲気には慣れていた。だが、不思議なことに、ここは都心にほど近いというのに、大学時代を過ごした地方都市よりもはるかに田舎だった。はじめまして、今日からこちらでお世話になります。蓮見真嗣です。よろしくお願いします。はじめまして、私は朝倉由紀と言います。よろしくね。気軽に挨拶してくれたのは、こんな田舎の分院には不似合いな、目が覚めるような美人だった。なんと言ったか、某仮想研ドラマの主人公の若かりし頃によく似ている気がする。髭面の東堂を見るより、朝倉先生を見ていた方が、精神衛生上ははるかにいいだろう。こんな中途半端な時期に移動してくるなんて、何か理由がありそうね。でもまあ、あなたはあなたの医療を提供すればいいわ。どちらにしても、ここは本院のように忙しくはないからね。ちょっとしたリフレッシュタイムだと思って、気楽に行きましょう。ありがとうございます。美人に笑顔で明るく声をかけられる。これほどの癒しが世の中にあるのだろうか。俺は、左遷されて落ち込んだ気分が、朝倉先生の一言で吹き飛んだ気がした。ただ、
地域密着型の病院であるにもかかわらず、あくまでもよそ者である俺に対する患者の風当たりは強い。入院患者をはじめとして、外来患者もほぼこの村の人であるためか、俺の噂は瞬く間に住民に広がっていたようだ。どうやら、本院でミスをして飛ばされてきた新人医師というレッテルを貼られたようで、俺の外来は正しく閑古鳥が鳴いている状態だった。隣の朝倉先生の外来は、待合室までびっしりと患者が溢れているにもかかわらず、誰も俺の診察を受けに来ない。外来看護師に、俺の外来にも患者を振ってよ、と言うと、それが皆様朝倉先生じゃなきゃ嫌だとおっしゃって、と、俺の診察を受けようとしない。まあこの分院では、誰も俺のことを詳しく詮索しようとはしないし、表立った嫌がらせをしてくる者もいない。とりあえずは、それだけでいいかと思うことにした。そんなある日、救急車で急患が運ばれてきた。その患者は、地元でも有名な地主の一族らしく、朝倉先生が珍しく慌てている。どうしよう。この人は心臓疾患があって、近いうちに手術をしに、都内の大学病院へ入院する予定だったの。今、うちでこのオペができる人なんていないわ。でも、このままだと搬送には耐えられませんよ。そうなの。でも、私にはこのオペはできないわ。聞くと、もともと心臓の大きな血管に狭窄がある方で、近日中に本院で手術予定だったらしい。だが、同じ心臓の手術でも、人工心肺を用いる術式とそうでないものなど、いろいろとやり方があるのも事実だ。今の患者の状態と手術方法について考えた。そして、導き出した答えが、わかりました。じゃあそのオペ、俺がやります。え、蓮見先生、心臓の手術なんてできるんですか？まあ、もともと循環器外科が専門なので、とにかく時間が惜しいです。先生、オペの助手に入ってもらえますか？わかったわ。そうして行き当たりばったりで結成されたチームで挑んだ手術ではあったが、さすがに大学病院から派遣されたスタッフなだけあって、動きに無駄がない。結果的に俺は最短時間で難しい手術を無事成功させたのだった。蓮見先生、ありがとうございます。私一人ではどうしようもなかったので、本当に助かりました。あと、本当に素晴らしい手技でした。私もいろいろとあってこの分院に来たので、正直諦めていたところがあったんです。でも、先生を見て、私ももっと頑張ろうって思いました。とんでもない。朝倉先生のサポートもすごかったです。本来なら本院でもバリバリに手術をしている方だと思いました。まあ、いろいろとありましたからね、私も。けど、本当に先生の手際の良さは見事でしたよ。こんなに優秀なのに、なぜ分院に移動してきたのかが不思議です。まあ、俺も朝倉先生同様、本院ではいろいろとありましたから。いろいろ、ありますもんね。ええ、本当に。ねえ、あなたって、もしかしたら、朝倉先生が何か言おうとして、急に俺の顔を覗き込んできたので、ドキリとした。すると、遠くから朝倉先生を呼ぶ声がして、朝倉先生はごめんね、また後でと言ってしまった。さっきは何を言おうとしたんだろう。ただ、一つ分かったことがある。やはり彼女も自分同様、本院ではトラブルに巻き込まれていたようだ。俺は今回の手術で確信したことが一つあった。それは、朝倉先生をはじめとした、この分院のスタッフのレベルの高さだ。おそらく本院で今回のような手術をしたとしても、こんなにスムーズにはいかなかったと思う。要するに、スタッフ一人一人の技術レベルが本院のスタッフより高いのだ。この分院のスタッフは、本院での派閥問題で弾き出されたか、優秀がゆえのやっかみや、何らかの思惑に乗せられて、この分院に飛ばされた可能性が高いと思った。ここなら、俺がやりたかったことができるかもしれないな。そんな風に思った。それから俺は頼まれた手術を精力的に行った。ここでは俺の邪魔をする嫌味な先輩も、
自分を見下す上司もいない。偏見や色眼鏡で見られ、嫌な思いをすることもない。俺にとってはある意味天国のような環境だと感じた。朝倉先生や他のスタッフとも信頼関係ができ、俺は分院で思う存分腕を振るうことができるようになっていった。先生、先日はうちの弟を助けてくださって、ありがとうございました。そう言って頭を下げてきたのは、先日俺が手術をした急患の兄弟だった。先生がいらっしゃらなかったら、もう手遅れになってたかもしれないと、朝倉先生から聞きました。本当に何とお礼を言ったらいいのかわかりません。我が家はこの辺一帯の顔が聞きますので、もし先生にお困りのことがあったら、何なりとおっしゃってください。何を置いても、お手伝いさせていただきますので。ありがとうございます。そう言っていただけるだけで嬉しいです。地元の名手の一員を助けたというのは、あっという間に噂で広がり、それまで俺をよそ者として遠巻きに見ていた地元の人たちの態度がいきなり軟化した。それからは、俺の外来にもたくさんの人が訪れるようになり、ようやくこの地方に自分が受け入れてもらえたのを肌で感じることができるようになった。俺が手術を執刀した金子さん兄弟はいつも仲がいい。今日も病室から楽しそうな笑い声が響いてくる。こんにちは。顔色を拝見する限りではかなり具合も良さそうですね。今度の検査で問題なければもう退院しても構いませんよ。これは蓮見先生。先生のおかげでまた兄弟仲良く仕事ができます。退院して落ち着いたら家族でどこかへ旅行にでも行こうかって話をしていたところなんです。本当に仲がいいご兄弟ですね。やはり兄弟っていうのはいいものですか？おや、先生にはご兄弟がいらっしゃらないのですか？私たちの場合はこんな偏僻な村で産業を立ち上げていかねばならない家族でしたからね。お互い協力し合わないと一人では何もできなかったんですよ。だから余計に仲がいいというか、照れながら笑う二人の笑顔が眩しい。そうなんですね。すごく羨ましいです。兄弟と言っても形は人それぞれだな。こんなに仲がいい兄弟を助けられて、本当に良かった。分院での仕事に慣れてしばらくしてから、都内で行われる学会への参加通知が送られてきた。本当はあまり行きたくなかったが、今回は妙にやる気になっている朝倉先生に押し切られる形で、俺も学会に参加することになった。本当は本院になんか顔も出したくないんだけどね。今回は蓮見先生が一緒だもの。何かあったらあいつをギャフンと言わせてやるんだから。あいつ？朝倉先生に因縁の相手でもいるのだろうか。なんか燃えてますね。俺も何かあったら力になりますよ。そう言い合って笑う。学会へ向かう際、朝倉先生と二人で、なんとなくデート気分で浮ついていた俺だったが、学会終了後、本院の医局に向かう頃になると、気分はやはり憂鬱になった。それは朝倉先生も同じだったようで、さっきまでの笑顔が見られない、重苦しい雰囲気の中、俺たちは本院へと到着した。医局に入ると、案の定、俺の嫌いな東堂が第一声で嫌味を言ってくる。おや、これはこれは左遷組のお二人さんじゃないか。いやー、やっぱり出来損ない同士は気が合うっていうのは本当なのかね。そう言って笑う東堂に、俺は拳を握りしめる。俺に嫌味を言うのは構わないが、朝倉先生にまで嫌味を言うのは許せなかった。ああ、そうか。蓮見は知らないかもな。隣にいる朝倉は俺の同期なんだけど、協調性のかけらもないやつでさ、周囲から嫌われて左遷されたんだよ。お前も兄貴の100分の1でもできるやつだったらな。家族もお前の方が生き残って、さぞ残念だったろうな。そう言って笑う。すると、隣にいた朝倉先生が間を置かずに反論した。相変わらず失礼な男ね。そうやって人を馬鹿にする人間は、自分に能力がないから相手を貶めるしかないんだって。知ってた？な。お前相変わらず口が減らねえな。ああ、そうだったんだ。蓮見先生を貶入れたのってあなただったのね。これでわかったわ。
蓮見先生みたいな優秀な人が分院に来た理由が。は、言ってろよ。どうせ小さいことで愚痴を言うしかない左遷コンビが。部が悪いと見たのか、東堂はそう捨て台詞を吐いて医局を出て行った。東堂が出た方向に向かって、あかんべをする朝倉先生。その後すぐに俺の方を向いて、笑顔を見せる。ごめんなさいね。あいつ昔から嫌味なのよ。学生時代から付き合ってくれってしつこくって、断ったら急に嫌がらせをしてくるようになったの。そりゃひどいもんだったわ。私は逆に分院に移動できてせいせいしてるぐらいよ。そうだったんですね。朝倉先生も、東堂先生の被害者だったんだ。まあ、そんなもんね。それにしても、蓮見先生って、やっぱり光一くんの弟さんだったんだね。ええ、まあ。じゃあ、今まで大変だったでしょ？その後の話から、朝倉先生は俺の兄と同期だったということが分かった。出身大学こそ違うものの、この大学病院で同時期に働いていたという。有名だったもの、この病院に境内の金時計がいるって。俺には兄がいた。兄は医学部としては超一流の慶大を首席で卒業している。その大学は毎年成績優秀者1名に卒業時金色の時計が授与されることで有名なところで、慶大の金時計というのは医者の中でも超エリートを指す言葉になっている。要するに憧れの的だった。兄とは2歳しか離れていないが、幼い頃から優秀な兄と出来損ないの俺はよく比較されていた。もともと医者の家系だった我が家は、医者以外は人間じゃないと言わんばかりの家庭だったため、俺も三流大学出身ではあるが、なんとか医者になることができた。もちろん医者になってからも兄と比較されるのは当然で、有名大学のエリート外科医として、兄は超有名人だった。蓮見って、もしかして超有名な蓮見光一の弟じゃないよな。まさか、たまたま名字が同じってだけでしょ。だってほら。まあそうだよな。あの蓮見先生の弟なわけないよな。だってあいつ大したことないじゃん。そうよね。そうやって聞こえよがしに皮肉を言われるのも、いつものことだった。俺は俺なりに兄に見劣りしないよう頑張ってきたつもりだったが、やはり心のどこかで兄と比較されることに嫌悪感を感じていたのであろう。両親も親戚も誰もが兄を褒めたたえる。俺はいつだっておまけ。誰も俺を見てくれない。いっそ俺がこの人の弟じゃなきゃって何度思ったか知れない。医者になってからは兄と比較されるのが嫌で、兄の名声が届かない田舎の病院に勤務して自分の腕を磨いていた。だが、そんな兄が、去年突然の事故でこの世を去ってしまった。兄亡き後、父の強い希望で、兄がいたこの大学病院へ転勤することが決まった。だが、俺を待ち構えていたのは想像していた通りの反応だった。へえ、お前が蓮見の弟か。あいつの弟なんだからよほど優秀なんだろうな。皮肉混じりで最初に俺に声をかけてきたのが東堂だった。蓮見光一の弟という肩書きだけで俺は評価され、わずか数ヶ月で兄とは似ても似つかない落ちこぼれだと称されるようになった。以来、俺がやる気をなくしていたことも確かに事実だ。だが、何かにつけて兄と比べられるのが嫌で、気がつけば俺はあえて前に出ないようにセーブするようになっていた。気の毒だな、光一先生は。将来このまま行けば、教授にでもなれただろうに。事故じゃ防ぎようもないか。どうせならあの出来損ないが兄の身代わりになってくれたらよかったんじゃないか。医局内でそう陰口を叩かれているのを聞いて、俺は悔しさよりも、ああ、その通りだな、と納得してしまっていた。俺が兄の代わりになれば、兄も両親もきっと幸せだったに違いない。世の中なかなかうまくいかないものだ。そんな中でのあの濡れ衣事件だ。俺は抵抗もせずにすんなりと分院へ移った。そして朝倉先生と出会ったのだ。
俺は分院で朝倉先生に会えてよかったです。ここじゃいつも兄と比べられて大変でしたから。まあ、あの光一くん相手じゃ誰もかなわないわよ。同じ医学部出身の私でも、あの人は格が違うと思っていたから。え、先生も慶大出身なんですか？すごいなあ。あら、それを言ったら東堂先生もそうなのよ。見えないでしょ？あの人は頭はいいのかもしれないけど、それを活かす場所が違うのよね。例えば医学的知識を増やして治療に活かすということより、相手を蹴落としてどうやって上司に媚びを売るかっていう方面に特化している気がするわ。ああ、それです。俺も見事にはめられました。医局内で話をしていると、外が異様に騒がしくなる。何事かと思っていると、ドアが開き、看護師が焦った様子で声をかけてくる。すみません。首都高で玉突き事故です。バスとトラックを含んだ数台が事故に巻き込まれ、次々と患者が運ばれています。対応、お願いします。俺と朝倉先生は顔を見合わせて対応に当たる。ちょうど近所で事故が起きたようで、すでに数十人が救急外来に運ばれてきていた。重症者も多くいて、現場は大騒ぎになっている。すでに外来担当医師がトリアージに入り、俺と朝倉先生が重症者の対応に入る。ここ二人、出血性ショックを起こしてます。輸液と止血処理を至急で。先生、おそらく内臓破裂してます。すぐにオペしないと。わかりました。オペ室、すぐに用意して。あいにく、今日が外科学会だったためか、非番の先生たちには連絡が取れず、圧倒的な人手不足だった。たまたまいた医局長と東堂は、人が足りてないぞ、連絡がつきません、などと慌てていて、冷静に舵取りができていない。本来なら、医局長の指示に従うべきだが、このままでは救えるものも救えない、と俺は感じた。医局長、俺と朝倉先生は、重症者のオペに入らせていただきます。俺がそう言うと、東堂が横から口を出してくる。はぁ？何を勝手なことを言ってるんだ。部員のやつは黙って処置でもしてろ。じゃあ、東堂先生がオペの執刀をするんですね。かなり際どい手術ですけど。それは。できないなら口を出すな。今は一刻を争うんだ。医者なら命が第一優先だろ。蓮見くん、オペに入ってくれ。後のことは俺が責任を取る。口先だけの東堂に見切りをつけたのか。医局長が俺に手術の許可を出す。許可さえ出れば、もう対面など考えてはいられない。俺は命に関わる患者のオペを次々とこなした。朝倉先生と二人で声を掛け合いながら、オペ室を次から次へと渡り歩く。気づいた頃には、もう夜が明け出していた。少し落ち着きましたかね。ええ。スタッフ総出で頑張ってくれてましたから。もう外来に患者はいません。処置もほぼ済み、必要な患者は入院も済んでいるようです。そうか、よかった。安心して、ほっと息を吐く。まさか久しぶりに立ち寄った古巣で、こんなにフルで動く羽目になるとは思いもよらなかった。俺と朝倉先生は、それぞれ仮眠室で少し休ませてもらうことにする。そして、数時間ほど仮眠を取った後、俺たちを待ち受けていたのは、病院長ご一行だった。おお、君たちかね。昨日の事故の後処理を積極的にしてくれたのは。え？ああ、はい。俺と朝倉さんは、顔を見合わせてすっとんきょうな返事を返す。君たちはどこの所属だ？半年前まではこちらの第二外科に所属していた蓮見です。今は分院にいます。私は、2年前までこちらの第一外科にお世話になっておりました朝倉です。同じく今は分院で働いております。ほう、二人とも分院勤務か。院長はしばし考えた後、隣で小さくなっていた医局長に声をかける。なぜこんな優秀な人材が分院に行ったのかね。はい。それは、医局長が言いあぐねていると、横から東堂が口を出す。それは、その二人が医局の雰囲気を壊したり、ミスを連発したからです。へえ、そうなのか。具体的には？朝倉先生は不愛想で、医局員から浮いていましたし。
蓮見先生は教授のオペを組み忘れたり、勉強会の資料を準備し忘れたり、は？たったそれだけのことでか。不愛想な医者など山のようにいるし、オペ組や資料準備なんかは新人に任せればいいだろう。なぜこんな優秀な人材をそんなことで無駄遣いしているんだ。医局長はどんな管理をしている？あ、はい、申し訳ございません。院長に一喝されて、医局長も東堂も顔を青くする。あと、もしかしたら、君は金時計の蓮見先生の関係者か？あ、はい、蓮見光一は私の兄です。そうかそうか、やはり血は争えないもんだな。君のオペの素晴らしさは光一くんを思い出すよ。蓮見家は代々優秀な医者を出す家系だからな。なら、なおさら分院などには置いておけない。ぜひ本院に戻ってきてくれ。院長の突然の本院への誘いに、焦った東堂が口を開いた。そんな、院長先生、そいつらは本当に使えない奴らでして。うるさいぞ。ならば昨日君は何をしていた？報告では第二外科の医局員はほとんど集まらなかった上に、在院していた医師はほとんど戦力外だったというじゃないか。彼らと第三外科、整形外科に脳外科がフル稼働したおかげであの大事故も収束したんだろう？君はその戦力外に分類されているが、何か言い分はあるか？しかし、教授が何とおっしゃるかわかりませんよ。もともと蓮見を左遷したのは教授のご判断ですし、第二外科の教授。誰だったか？ああ、浅井くんか。彼は最近あまりいい成果を出してないようだな。この際君と一緒にどこか遠くにでも飛んでもらおうか。院長がそう言うと、後ろに控えていた教授陣が皮肉げに楽しそうに笑う。おそらく彼らは第二外科の教授を嫌っているのだろう。分が悪いと察した東堂は、額から冷や汗を流す。だから、どうかな。蓮見くんならうちの第二外科を背負っていける逸材だと思うんだ。学歴ばかり高くても、実力がない連中がいつまでも上にいては、これから医療界を背負って立つ若者たちに示しがつかんだろう。君の働きやすい環境を約束しようじゃないか。院長がそこまで言ってくれるのには、何らかの思惑も絡んでいるのだろう。せっかくの機会なので、ダメ元でお願いしてみようと考える。私などが本院に戻れるようお声をかけていただいて嬉しいです。ただ、分院に移動してちょうど慣れた頃でしたので、あちらで様々な計画を立てておりまして、そちらの進捗も気になります。可能でしたら、週に何日か分院で勤務する時間もいただければと思います。私がこちらに来る際の補充人員もお願いいたします。あと、こちらの朝倉先生もかなり優秀です。本院で一緒に働けたなら幸いです。そうかそうか。こっちに来てもらえるなら君の要望はすべて受け入れよう。そんな。自分の思惑が崩壊し、思わず声を上げた東堂を、院長は鋭い視線で睨みつける。君は東堂くんだよな。君に陥れられ、異動や解雇になったという若手医師たちから、私の元に陳情書がかなりの数届いている。蓮見先生や朝倉先生の件も君が絡んでいるんじゃないのか？まあ陳情書には様々な証拠も添えられていたからもう言い逃れはできないだろう。私がこの世で一番嫌いな人間は何か知ってるか？それはな、嘘つきだよ。君みたいなね。実は俺や朝倉先生のところにも今回の東堂の件は耳に入っていた。というのも東堂にはめられて本院を追われた若手医師はかなりの数いて、彼らが被害者の会を立ち上げたのだ。その際、俺や朝倉先生にもぜひ参加しないかと声をかけられたのだ。俺は東堂の相手をするのが嫌だったので、状況証拠のみ提出し、サポーター的な立ち位置なら参加してもいいと伝えていた。朝倉先生は、以前かなりの付きまといをされていたようで、山のような証拠を提出したという。さすがは朝倉先生だ。話を終え、笑顔で院長ご一行が医局を去ると、東堂は俺たち二人を肉々しげに睨む。なんでお前たちが本院に戻ってくるんだ。せっかく苦労して追い出したのに。私の場合は、あなたを思い切り振ったわけだから恨まれるのも理解できる。
でもどうして蓮見先生をそこまで追い出したかったの？はあ？それはこいつがあの高一の弟だからだよ。俺がどんなに努力しても、あいつはいつも一番をかっさらっていく。昔から目障りで仕方がなかったんだ。それが運よくいなくなって、これで俺が一番になれると思ったら、今度はその弟だと？ふざけんな。弟にまで俺の地位を奪われちゃたまらないからな。出る杭は打て、早めに潰しにかかっただけさ。あなたらしいわね。要するに、真っ向から勝負できない意気地なしってことでしょ？そういうところが昔から大嫌い。私言ったよね。あなたが心を入れ替えて、何事にも自分の力で立ち向かえるようになれば、誰よりも立派な人間になれる能力があるって。なのにそれをしようとせず、相変わらずこそこそと汚い手ばかり使って。最悪だわ。あなたに陥れられた若手医師たちがね、被害者の会を設立したの。被害の一覧表を見せてもらったけど、かなりひどいことをしてたのね。正直、あなたがここまで汚いことをする人だとは思わなかった。本当に残念よ。東堂は、好意を抱いていた朝倉先生にダメ出しをされたことがショックだったのか。それとも、自分が陥れた者たちが被害者の会を設立したのがショックだったのかはわからないが、驚いた様子でうなだれて、床に手をついた。まもなく、院内の倫理、自己調査委員会の面々が彼の元を訪れ、彼をどこかへ引き連れていく。俺は、今まで部員でくすぶっていた優秀なスタッフたちと、特別オペチームを編成し、部員でのオペ件数と成功率を大幅に上げた。そして、その成果を手土産に、チームを引き連れて本院への復帰を果たしたのだった。もちろん、その中には朝倉先生も含まれている。俺を左遷した浅見教授は、その後地方の系列病院へ移動。東堂に至っては、孤島の診療所へ左遷になった。大学病院ではくすぶっていた彼だが、医者としての腕はそれなりなので、ぜひ孤島での医療に貢献してほしい。願わくば、島の人々の優しさに触れ、人を貶めることの理不尽さや、虚しさを理解し、心を入れ替えてくれればいいなとも思う。まあこれが彼に与えられたいい試練になるだろう。俺はといえば、部員で編成したオペチームと一緒に、難易度の高い手術もバリバリこなしている。今では兄と比較されることもない。ある日、両親に呼び出され、久しぶりに実家へ帰ると、父がおもむろに一つの箱を差し出した。え、これは何？特に何の記念日でもないと思うんだけど。ああ、とにかく開けてみろ。うん。父に促されて開けた箱の中には、一通の手紙と一緒に、黒革のベルトに収まった金色の時計が入っていた。これは、まさか。ああ、お前の想像通り。高一が大学を首席で卒業した記念の金時計だ。なんでこれを俺に？父に促され、俺は箱に同封されていた兄からの手紙を読んだ。その手紙には、俺がいつも兄を目指して頑張っていたこと、兄弟仲良く切磋琢磨できて本当に嬉しかったことなどが書き綴られていた。だが、ある時期から俺が自分と比較されて落ち込み、腐ってしまっていたこと、距離を取られて寂しかったとも書かれていた。しかし兄は、俺がいつも兄を目標に頑張っていたから、自分も頑張ってこれたのだという。常に、俺に恥ずかしくない自分でありたいという思いが、兄の原動力になっていたそうだ。だから、首席卒業という名誉を得、この金時計を手にできたのは、俺のおかげだという。今は自分を避けて田舎の病院にいるので、なかなか手渡すことができないが、いつかまた昔のように語り合えるようになったら、この金時計を受け取ってほしいと記されていた。日付は、兄が他界する3年前のものだった。兄が言う通り、俺は受験で一流大学に落ちたわけではない。高校を卒業する頃から、どうせ兄にはかなわないと、比べられるのが嫌で、わざと田舎の三流大学の医学部へと進んだのだ。まさか、俺が兄と距離を取ったことで、
こんな風に寂しい思いをしているとは知らなかった。手紙を読んでいるうちに、俺の頬には幾重もの涙がこぼれ落ちていた。この手紙はどこにあったの？それがな、高一名義の貸金庫の中にあったんだよ。そこには真治への手紙だけじゃなく、俺や母さんへ向けてのものもあった。まさか自分の寿命を知っていたわけじゃないだろうが、金庫の存在を知った時は驚いたよ。なんというか、準備が良すぎて兄さんらしいというか。これで高一のお前に対する気持ちは理解できただろう。この時計はお前のものだから、ちゃんと受け取ってやってくれ。うん。ありがとう。兄から送られた金時計を握りしめて、俺はひとしきり涙を流した。葬式の時ですら、あまり涙が出なかったのは、俺自身が心の中で、まだ兄に先立たれたことを受け止めきれていなかったのだと悟った。確かに、俺にとって、兄は理想であり、目標だった。成績だけじゃない。人柄も、何もかもが素晴らしい人だったのだ。そんな兄に先立たれ、自分がこの世に残ったことに、人知れず負い目を感じていたのかもしれない。今となっては、もっと兄と一緒にいればよかったと思う。同じ大学に入り、同じ病院に勤務して、もっと兄の素晴らしいところを知るべきだった。ほんのちっぽけなプライドが、それを邪魔し、俺は大事な時間を無駄にしてしまった。それだけが悔やまれる。俺は兄の墓を久しぶりに訪れ、墓前へと兄の好きだった果物やお酒を備える。そして左手にした金時計を前へと差し出した。兄貴の誇りのこの時計は、俺が引き継ぐよ。俺も兄貴に恥じない医者になる。だから、これからもちゃんと見守っていてくれ。俺はそう言って、コツンと墓石に拳を合わせる。小さい頃から、約束をするときに兄とよくする仕草だった。空は真っ青に晴れ渡り、まるで兄が俺を応援してくれているかのように、心地よい風が頬を撫でた。後日、金時計を腕につけた俺を見た朝倉先生が、俺に優しい笑みを向ける。あら、それ、ようやく光一くんから受け取ったのね。え？朝倉先生、もしかして、兄がこの時計を俺に譲ろうとしていたのをご存知だったんですか？そうよ。私が彼に首席卒業おめでとうって声をかけたら、これは全部弟のおかげだって言って笑ったの。将来、あなたが卒業して同じ病院で働けるようになったら、この時計を渡してやるんだって張り切ってたわ。ほんと、その時計先生にすごく似合ってるじゃない。まだちょっと恥ずかしいんだけどね。兄貴が俺を見守ってくれているような気がするから、いつも身につけておこうと思うんだ。そうね、それがいいわ。俺は兄の分も頑張って長生きし、より多くの命を救おうと思う。そして兄ができなかったことにどんどん挑戦していこうと思う。この金時計はきっと俺のことを後押ししてくれる。そんな気がした。兄貴、俺のこと見ててくれよ。俺は空に向かってつぶやく。そしていつか兄に、俺はこれだけやったぞと自慢できる日が来たら、その時はにっこり笑ってこの時計を返しに行こう。そんな風に俺は思うのだった。